あ、こんばん、あ、これだ、これだ。これかな。こんばんは。去年 M1 のアニメを送ったものです。 M1 でハードル上げすぎて何を作るか迷った挙句、今年はモーターを使った動く工作を作りました。前半がコマ送りアニメで後半が実写になっています。ごめんな、お前のタイトルはデトロイトビカムジュンちゃんです。ごめん、こういう作品あるかもしれない。万が一紹介できてなかったやつはちょっとまた後で、また今度紹介するね。多分この人だよね。ギガファイル便、ギガファイル便で行こうか。ダウンロード開始なんかを、いや俺さ、まずね、一個俺この人褒めてあげたいんだけど、普通この人1回目から1回目2回目3回目って参加してるんだけど、普通2回目で優勝したら3回目って参加したくないのね。なぜならそのまま勝ち逃げしたいから。でもそういうやつってはっきり言って弱いやつなんだよ。弱いやつなの。3回目送ってくるっていう、お前のまずその、気持ち？まず、俺は、そこに敬意を表したい。普通に。どんな作品であれ、俺は辛い、渋い点つけるかもしんないけど、はっきり言ってハードル上がってるから。で、その心の強さはさすがチャンピオンだなって。チャンピオンにふさわしい男だなという気持ちを感じた。そんな去年、前年のチャンピオンの、方の、デトロイトビカムジュンちゃん、どうぞ。え？ぶっ倒れてんじゃん、いきなり。え、なんかいきなりぶっ倒れてんだけど。誰？一体。え？なんかボコられてねえか。破棄されてるんだね、アンドロイドが。足を取り替える？義足みたいになってんだね。互換性のある左足を手に入れる。互換性なし。捨てられちゃったんだ、こいつ。さす、ガチャリンコと。まず右足装着完了。こいつの目は使えそうだな。ごめんな。さす、ガチャ。あ、右目完了。音声プロセッサー、ようやく出てきた。この辺からちょっと、パロッと。すげえ。いや、過去の自分を超えていく。あ、これ作ったやつか。お前は俺の一部として生き続けてくれ。変異体になっちゃいそう。すげえ。しかも暴走モード。めちゃくちゃなってる。これで、あれだな、えなりかずきロイドだろうな。すげえ。ブルーが、動作確認。化け物じゃん、完全に。こいつ恐ろしい旅してるよ。おぞましき。すげえ。さあ問題のシーンがやってきたぞ。このマジ成功させるかね。すごくね。またこういう警戒はもうドローンマジ苦手。すごくねえか。まあ、もちろんこっちでしょう。高槻ざけ。はい、初手不安不安。やっぱ左ルートだね。じゃあさあ行くぞ。実行実射。こっちを経由し。あ、なるほど。こっちぶら下がります。そしてバツ連打。オッケー。三角じゃねえか。三角じゃねえか。三角じゃねえか。今日はちょっとマジで。ふざけんな。おい。今俺が飲むターンだろ今。おいふざけんな。このボケキな動き。あ、ぐしゃぐしゃ。あ、ぐしゃぐしゃだったら。あ、ぐしゃぐしゃだったら。ぐしゃぐしゃ。なるほどな。なるほどね。やはり俺の目に狂いはなかったな。すごいね、この人。多分すごいね。なんかちょっと言葉が出ないわ。すごい。いや細かいところがすげえ。ちゃんと今までの初年度の多分パーツパーツを使ってるね。じゃまずまず点数つけていいか。128点。いやこれ正直すげえわ。あの超えてきやがった。あの去年とコンセプト変えずに超えてきやがった。ちょっともう一回見ていい？これはもう本当にすごい。最なんかしかも運良くか運悪くか最後の発表になってよかったよね。たまたま俺が見つけられなくて
たまたまそういうコメントを拾って、最後に紹介できて、しかもそいつがめちゃめちゃすげえって、なんか絵に描いたようなストーリーで素晴らしかったと思います。すごく満足しました。本日をもちましてね、夏の工作グランプリは最終回となりますが、また来年必ず何かの形で、必ず何かの形で、型に、帰ってきて、来たいなと思いますんで、皆さんもその際は参加していただければなと、牙を研いで待っていてください。それでは、2018年、夏の工作グランプリ最終回、ありがとうございました。